まあ、心を入れ替えて、うん、どういう風にしていけばいいかなっていう、好感度狙うみたいな、その嫌われのスタンスを変えたいなっていう、これみたいな配信者目指します。ガチのアドバイスするとしたら2つあって、はい、今日の相談者の方です、皆さん。ありがとうございます。本当にすいません、はい、こんな状況なのに。はい、今回の相談者です。はい、今日はどんな相談なんでしょう。まあ、今まで僕が炎上だったりとかするごとに、まあ、これに取り上げてもらってはいたんですけども、うん、まあ、深夜チューブっていうアカウントで、今まで、まあ、これにも売名させてもらってね、それをずっと4万8000に来たって、まあ、これの閲覧流しで言ってきたんですけど、はい、それ第1号消えて、で、最近第2号消えて、で生配信するアカウントを一応今第3号も作ってるんですけども、永久追放とかなるような状態に今なってたりとかしてて、はいはいはい、 YouTube からね、で、まあ、強制化したいんですけど、まあ、心を入れ替えて、うん、どういう風にしていけばいいかなっていうアドバイスみたいな、もうクリーン化したいってことね、単純に言うと。もう警察、まあ、じゃあ新谷中君はもう今後誰にも迷惑かけないで配信サイトの利用規約に沿った配信をしていくということでいいのかな。そうですね、規約を守ってやっていきたいって思ってますね。その好感度狙うみたいな、その嫌われのスタンスを変えたいなっていう。なるほど。まあ、マジなガチのアドバイスするとしたら2つあって、はい、1個は酒やめること。君はお酒を飲むと、ね、いや、お酒を飲むとね、もう本当に発言も過激になるし、行動も過激になるし、で、この間あれでしょ、だって黒人差別の発言してバンになってでしょ。そうですね、それで1週間のイエローになってますね、うん。だからもうこれはもう酒をやめて、ノンアルにするか、ウォーターサーバーの水飲むからね、後ろにある。いや、ウォーターサーバーあるけど、うん、いや、でも酒やめないとダメだよ。だってさ、まあ、俺の知り合いにいるからね、タバコダメだの分かっててさ、配信にも影響出るからっつってタバコやめたやつもいるしさ。でもお酒飲んでもある程度理性っていうか、頭は回ってるんですよ。でも、まあ、確かに黒人はもう一瞬20秒のことやったけど、それがもう通報、やっぱこれで通報したらバンできるってやっぱいるから、ダメだ今深夜中君、はい、今の考えもない、一瞬とかダメ、一瞬でも言っちゃいけないこと言ったらもうアウトやん。そうなんですよね、交番ダンスも一瞬なんですよ。いや、だから一瞬でも、一瞬人刺したらもう大丈夫なわけないだろ。だって、そうだよね、うん、そう、ごもっともなんですよね。だからもう酒をこれやめる、でも酒やめれないならもうアドバイスしてももう仕方ないもん君に。だって、うん、配信とか動画の時には飲んじゃダメってこと。いやいやいや、もうそんなオフでもだよ、それは。君がその配信でね、今後やっていきたいならだよ、結局のところ。まあ酒をまずやめること。もう一つは何ですか？もう一つはヘルプマークを水戸黄門のみたいにすんなってこと。インロースか。これっすよ。それ。で、ちなみにこの後ヘルプマークの件で、なんか物申したい人がいるみたいだから、ちょっとあげるからね。あげる。いや、もちろんもちろん。まあだから、しんちゃんやっぱりね、話を、まあもちろんね、すぐに全て変わる人いないからあれなんだけど、お酒とヘルプマークに関しては納得したのかな？あ、飲料にしないってことですよね。うん。で、お酒飲まない。お酒は飲ませてください。え？お前、でも一つその、お前何も変わらんやん。飲料はやめます。まあ皆さん、これが深夜っちょクオリティです。お酒飲んでも、でも、迷惑をかけなきゃよくないですか。でもやっぱ女性と、いや、それで迷惑今までかけてきたでしょ。だって新野中さん、お酒飲んで相手の女性のなんか帽子のなんかつばみたいなバーンってやって捕まったでしょ、まずそれで。で、その後、その後から今にかけてお酒でのトラブルいっぱいありますよね。ほとんどお酒っすね。うん、それでも飲むのやめないってことは、もう更生したいとかクリーン化になりたいとか言ってることは反対のことしてるわけよ。だから変わる気ないやんって。確かにね、これも酔っ払ってそんなんしてないもんね、そのみんな。ないよ、俺そんなの。社長も、うん。ノミニケーションはでもやりたいですね、そういう強要したりとか。まあだからやりたいなら好きにやればいいよ。でもその代わり無理でしょって、多分いつか本当に追放になるよ。そうですよね、うん、永久追放だったらもう取り返すかないと。お酒で失敗してるからってことだよね。うん、もうだから別にそれは好きにしていいんだよ、でも正直。でもアドバイスね、欲しいって言うんだったら、まあ俺のアドバイスはそれやなって。お酒と障害手帳ってことですよね。だから新野中君の中で配信ってさ、多分そんなにね、大切なランキング高くないんだよ。いや、これがないと生きてけないっす。生きてけないのにやめれないんでしょ、お酒。生きてけないのにお酒飲むのやめれないんやろ。多分そのお酒飲んでもバンならないと思ってんでしょ。そんなことないよ、多分君はね、いつかマジでなるよ。で、
1個も永久追放ってなったらもう全部アカウント連携でバーンってなります、うん、今リーチかかってんのにやめれないんだから、配信のさ対するなんか気持ちとか薄いんやなって思っちゃうけど、でも炎上しないと絡んでもらえないじゃないですか。僕は今炎上してないやん、エズマリオみたいになりたいですよ今。お前相談ってことで今あげてんだろうよ。そう、俺に絡んでもらいたいからクリーン化したいの。でも今お酒飲んだりとか炎上とか暴れまくって喧嘩しまくって孤立してるんです。誰も絡んでもらえない。当たり前だろ、そんな誰が絡みてんねんおめえとそんなやつ会いたい、俺だって会いたくねえよおめえなんかとよそら何するか分かんねえもん。会いたいと思える配信者になりたいんです。じゃあ、はい、だからさ、まず酒やめろよ。だってね、何してくるか分かんねえもん今の新八丁。お酒飲むと更生したらまた、もちろんもちろん、そうね、まあこいつ完全に変わったなって思ったらだけど、そんなのもうだいぶ先やぞ。だってそんなすぐ変わらんって自分で言ってたじゃないかさっき、うん、そんな1ヶ月2ヶ月更生してもまた繰り返して炎上しちゃいますもんね。うん、もう深夜中気をつけます。ああ、そう、控えますお酒を。で、炎上もこれを言ったらやばいっていうボーダーラインをもうちょっと高めます。で、クリーン思考でいけば、うん、その嫌われ思考をやめます。はいはいはい、はい、まあじゃあちょっと一旦会議にして、深夜中くん。じゃあさっき言ってた人ですね、うん、障害者の件聞きます。はい、もしもし、本人さんがいらっしゃるとは思わなくって。ああ、はいはい、いや、ちょっと話しづらいんですけど、この間あげていたキャバ嬢の方とも、たまに犬になるの、ダーメンさんから追い出された動画、はい、これも取り上げてます。あの動画で間違ったちょっとヘルプマークの知識と使用をしています。これでは本当に必要で持っている方が誤解され、はい、このヘルプマークってまだまだ認知度が低く知らない人が多い中、あのように指導されて困ってしまいます。みんな知ってるでしょ。新八が言った話聞こうか。新八さんはラーメン屋さんから追い出された後に、俺にはヘルプマークがあるんや、 ADHD だとヘルプマークを写して叫んでいたんですけど、この部分はちょっとカットされたのか別の動画の方に映ってるのかわからないんですけど、見た後すぐにこれこれさんの方に DM してますので見間違いではないと思います。ヘルプマークを持ってる人が声を荒げて見せつけるような行為をするようなことはほとんどないと思いますし、まあ、ADHD で確かに叫んだりする人もいるんですけど、あの動画を見る限り新八丁さんのは、まあ、前後の言動を見るにただの酔っ払いだと思ってます。ああ、障害じゃなくてね、アルコールの影響ってことですね。そうです、あれはお酒のせいだと思ってます。でしょうね、ちょっとストロングあの時7杯ぐらい飲んでたんで。新八丁さんの動画をちょっと一歩拝見させていただいたんですけど頭かき出したぞこいつその手帳を見せて、でそのヘルプマークをなんかズボンのベルトみたいなところにつけて、うん、それをアクセサリーだって言ってネックレスみたいな、そうあれアクセサリーだっていう風にして紹介していて、あ、まあ、正直それはすごい不快だったのと、まあね、あまりに障害者として劣等感感じすぎじゃないですか。逆にそれが自分の個性だったりとかポジティブに考える。一旦ちょっとね、新八が話聞きましょうか。ヘルプマークアクセサリー扱いしたこと、それと基本皆さん正当にヘルプマークを使われている方っていうのは車椅子の方とかと違って、そうです、だから身体障害者とは違って内部疾患の方がヘルプマークを基本使ってらっしゃるんですけど、その内部疾患っていうのはまあ外見から見てなかなか分かりにくい病気で、それを本当に必要としてる人に対して新八丁さんの使い方はすごい誤解を招く使い方で、うん、でも障害はちゃんとあるし、別に正しい使い方というか別にもらってる以上はそれはちゃんと使えるものは使った方がいい。いや、なんかおしゃれ感覚でとか言い訳にするために使ってるとしか思えないんですよね。それはこれこれも印籠として使うのは良くないって言ったんで、まあ、そこは今後控えさせてもらいたいなと思ってます。まあ、見せびらかすのはやめます。ヘルプマークの重要さっていうのは内部疾患を持っていて周りになかなか気づかれないために本当に助けが必要な方が持っているんですよ。でそれは身体障害者の人でもそうなんですけど、私の場合新八丁さんと一緒で
精神疾患の方なんですけど、まあ今も少しうまく話せてない部分があるんですけど、ちょっと一人で電車に乗ったりしてもパニックを起こしてしまったりとか、あそういう、まあ、助けてくださいっていう部分もあるかもしれないんですけど、それだけじゃなくて、あの気づいていてもらいたいっていうか、歩くのも遅くなったりとかしますんで、そういう意味でつけてるっていう感じなんですよね。でも新八千代さんの場合は、あの動画を見る限りはすごいちょっと障害者目線からすると腹立たしい。別にでも障害者とか老人の方いたら別に席譲るし、僕結構親切にしてますよ。障害者席はあるから。いや全然話違うから新八千代。だからヘルプマークをねアクセサリー感覚でやったりとか。それはこれこれ言われて改善しますって言ったから。大声でこれを見ろヘルプマークだーとか言うのがおかしいって話してんの。気づいてほしくてみんなつけてるんだよって。思い出そうか。それもそれでちょっとどうかと思うんですけど、普段正常な状態でイエーイみたいなやってないですよ。ってことはやっぱりお酒のせいにするんですよね。まあ、せいというかお酒で攻撃的になって、だお酒のせいにしてるやん。てかお酒飲んだがそこでお酒飲むなってことにつながるわけやろ。そうですよね。ヘルプマークの飲料とじゃあお酒を飲むときはヘルプマークも障害者手帳も持たないでください。その時だけ使い分けれないですよ。常に持ち歩いてるもんだ。だってタクシーのも見せないと1割引きならないし、その割引があるからつけてるんですか。割引の効果も自分は ADHD だから許された権限なんです。でそれを使ってまた飲みに行くんですか。また飲みニケーションするんかお前。飲みニケーションはやっぱり僕もコミュニケーションの一環だと思うから、別にそれで、まあ、炎上しやすくはなるけど気をつけることはできません。まあ、ある程度頭は回ってるから、あえてもう炎上しようと思って今まではやってたけど嫌われる方で、でも今回は好かれる方でと思って、お酒飲んでも別に暴れないこともできるんですよ。僕はセーブできる。まあということです。人にお酒を飲みに行くときはつけて行ってほしくないですね。わ、うん、かりました。土屋さん話の方、はい、はい、すいません長くなってしまい、いえいえありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、どうも失礼します。はい、まあ今話聞いてたけど、やはり君はね反省もする気ないしクリーン化する気もないという判断になりました。総合的にまたこの感じ、なんていうのかな、なんかね発言がおかしいんだよね新八千代。普通にそう、僕おかしいんすよね。うん、おかしい状態でもどうやったら好かれると思います。じゃあまあでももうとりあえず人に迷惑かけることをなくすしかないよね。でしかももうこれハードルめちゃくちゃ高いけど、だってもう3回目ぐらいでしょクリーン化します。で閲覧がかそったらやっぱり過激化に戻ります、嫌われ者で行きますとか言って、もうこれ3回目だからね。まあもう新谷君、僕はもう言葉が出ません本当に。他のアドバイスないですか。じゃあないです。うおー、もうでも炎上はしないとこでも見といてください。じゃあ規約違反になるようなことしないで、なんとか僕も YouTuber として返り咲きます。そのクリーン思考にします。嫌われで一等賞はもう卒業します。まあ、僕の予想は新谷君はまたすぐにお酒を飲んで、やっぱり八千代は自由の方がいいんだとか大暴れしてるのがもうなんか目に浮かぶ。めっちゃそっけない終わり方。いやもうそれしょうがないよ、だって新谷君に何も伝わってなかったんだなって。お酒やめます。酒やめる。もう酒を断つと今日から。お酒と障害者のこれはもうあのまあ身分証にはするけど飲料にはしないです。お酒も飲まない。まあそこまで言うならね、まあ別に好きにしまっていいんですけど、それお酒飲んだらどうするとか決めてるのかな自分の中で。眉毛全剃りにする。なんかニヤーってしてるけど別におもろないで。それは浅いかな。してくれねえかな。ニヤーしとるけど。それでいいのかな。絶対それじゃダメって言わせよ。眉毛全剃りで許してくれるのかな。まあもう引退だね。で、お酒やめるって言っても。いやいやいや、お酒飲んだも引退だね。もう。あ、そういうこと？それぐらいかけないともう無理でしょう。それぐらいした方、した方がそれぐらいの気持ちで。治んないと思うよね。そう。お酒だもう、今あるお酒全部捨てますよ、これも。お、いらない。ここもう全部。どうでもいいパフォーマンス来たな。どうせまたす、どうせ飲むから、こいつ。もうね、信じてない。これもうね、いらないです、これ。いっぱいあるやん。
これね、ホームパーティーするからね、めっちゃ持ってくるんだよ。絶対飲まない。いっぱいある、いっぱい。僕の意思を見てください。僕の愛してきたストロングさようなら。中身捨てろよ。JP! やばすぎる。どこに捨てとんねん。いらない。飲まないから。これはいらない。飲まない、ゴミだ。また迷惑行為します。いらない。飲まないから、全部捨てます、うん、これこれに伝えてもらって、僕はこれこれにも絡んでもらえる配信者目指してクリーン化目指します。これこれこれみたいな配信者目指します。第2のガーシーヘズマとか遠藤には僕はならないです。永久追放なりたくないんで、僕はもう何度も何度もチャンスもらってるんで、これこれに。まあこれちなみに前も聞きました。すいません、何度も迷惑と失敗を繰り返して、人間なのでいいことで取り上げられるように頑張ります。さよなら、グッバイ。俺は飲まない、酒絶対飲まないです。これはそれ捨ててもらってね、ちゃんとね。絶対飲まないし、飲料にしません。もうこれは液体ちゃんと流してね、流します。ちゃんとこれ迷惑ならない、ちゃんと缶も。ちなみに冷蔵庫なんか本当にないの？ないです。じゃあ見せましょうか。おこれ、じゃあみんなかけようぜ。新味が酒飲むか飲まないか。俺ちなみに酒飲むに5億かける。うん、ベッドしないでください。俺酒飲むに5億かけます。これ証拠見せてください、皆さん。ざるそばのつゆをどうでしょう、うん、お酒あります。これまあ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 、あろうがなかろうがね、もう飲まないってことね。買わないし飲まないです。なんか流れ的に新味に酒飲まそうぜとか、なんかまたしょうもない配信者が言いそうだけど、いやもうその誘惑にも、その時はでもこれこれ名前使ってもいいね。これこれと約束したから。まあそれ好きにしていいですよ。俺はクリーン化目指してるし、炎上はもう。ストゼロある？え？どれ？いや、あるやん、ほんまやん。どこに？うわ！また嘘ついてるわ。気づかなかった。俺もちなみに気づかんかったわ。まさかあると思わんからな。ドヤ顔で写真撮ってきて、送って。僕が一番愛した 9% のアルコール。ストロング僕飲めないの、ほんと辛いですけど。僕は炎上したくないんで、もうお酒は立ちます。もうこれが元凶ならもういらない。最後のすごいな、よく見えたな。別に飲もうと思って残したわけじゃないですよ。これ後ろの床に転がってる。転がってないよ。後ろの床ない？後ろのヨギ棒の裏とか。転がってた。それか。それ飲もうと思って置いて。お前さ、またもう何回やんねん。お前なんでそんな見えるんですか、皆さん。この携帯の画面でこんなちっちゃいのにどうやって見てるんですか。床に転がってました。これ僕飲まないビールなんで、これは僕のお酒じゃなくて、お客さん持ってきたやつなんで、僕は飲めないです。ビールは甘いのしか飲めないカクテル。アルコールはもう一生飲まないです。ドブみたいな色してるけど。11月23日明日、ん、今日か。しあちくん今日なんか何、明日バーだった。え、これ飲まないんだよね、これ。バー、超無課金のバー。これ飲まないといけないじゃん。飲まないといけない？だってバーだとゲストでシャンパンおろされたら飲まないといけない。でももうさっき飲まないって言ってたけど。済んだ。まあ、しあじくんね、もう飲まないと言ってたんでね、いかなる場合でも。誰かに勧められても飲まないと先ほどおっしゃってたんでね。飲むけど炎上しません。新味君もう変わったのかい。もう変わってしまったのかい。そういうことなんだよ、新味君。だからえやっぱ飲む、クライナー飲む。明日ゲストだから絶対飲まない。でも炎上しない、人に迷惑かけない、お酒飲みます。やっぱお酒はやめられないよな、KP。 これはひどい。でも迷惑かけてます、今の段階。これ、いや迷惑うんぬんじゃなくて、新やっちゃくの発言はもう誰も信じないと思います。いやでも迷惑はかけないです、お酒飲んでも。いやお酒もう飲まないで言うてたやん。いやもう飲んでも炎上しない、だって明日ゲストだから飲まなきゃいけないんだもん。まあ、そういうことだ。新やっちゃくんね、だからクリーン化なりたいっていうのもさ、もう一時クリーン化するけどお酒は飲む、一時の感情なんだよ結局。酒がないと生きていけない。でも炎上はしないと約束します。